山口さん、引き続き東日本を中心に傘の出番続きそうですね、はい、そうなんですよ、はい、まだ夜にかけてこうザーザー降りといったところあちらこちら出ていきそうなんですね、はい、で現状をご覧いただきましょう。その東日本エリアを見てみますと今はザーザー降りのご報告を結構関東を中心にいただいております。また福島県も濃い青色ですね。で雨雲を見てみますと、今その関東から福島県を中心に活発な雲がかかっておりまして、まあ、大体1時間あたり強いところで5から10ミリぐらいの降り方をしております。一方甲信地方や東海地方に関しては雨雲の隙間がかなり多くなっているんですが、今夜の予想天気図を見てみますとまた東日本付近に低気圧が発生しまして、この低気圧付近で雨雲がまとまりやすいというふうに見られます。で雨雲を見てみましても、現在一つ大きな雲の塊が東の海上に抜けつつある中で、南の海上にも別のまとまった雲があります。でこの後の動きを見ますと、この関東付近のまとまった雲は東の方に離れていくものの、はい、紀伊半島沖のまとまった雲が今度はまた東日本の太平洋側を中心に流れ込む見込みでして、まあ、一旦弱まっている東海地方ですとかまだ降っている中、この後一旦止む関東の南部、こちらについてもう一度夜は雨が降りやすくなると見られます。特に伊豆諸島については今夜遅く以降かなり活発な雲が入る可能性がありますので、まあ、1時間あたり50ミリ以上の非常に激しい雨に対して要注意となりそうです、はい、そして雨のエリアでは気温も上がりにくいですね。そうなんですよ、はい、東京都心今15度ぐらいしか気温ないんですけども、この後夜にかけても、まあ、ほぼ同じぐらいの気温で経過をしていくことになりそうです。この後も雨や体感にお気をつけください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。